こんばんは、平弘明です。真面目なのやります。その代わり絶対に真似しないでください。これを言っとけば平井は何言ってもセーフだって思って言ってます。今回コントロールショットやります。コントロールショットの、あのガチなやつ、難しいやつ、難しいかどうかはやってみてくださいって感じ。難しい、難しいと思うんで、やるんだったら僕責任取らないし丁寧にやってください。やんない方がいいんでしょ。やんない方がいい。え、じゃあ何のために。え、撮りたいんでしょ。でも撮りたい。平井弘明のワンナップゴルフ。これ7番アイアンなんですけど、7番アイアンで7番アイアンの飛距離を出しながらコントロールをもう最大限に出したい時、大胸筋と広背筋をこうあった時にこうやって脇締めるの。こうやって、そうするとこうやって出るの胸が。そう、そうすると大胸筋が張りながら広背筋も張るの。この状態で大胸筋をこうやって回してあげる。その時にクラブが遠心力に負けないように広背筋で引きつける。それをダウンスイングから左脇締めながら左手リードでバーンって打つ。そう、打つ打つ打つね。もうちょっと大げさに分かりやすいようにやっていい？鈍いな。トップ作ってこっから左股関節にこうやってスイッチする。その時に左膝は伸ばさない方がいい。こうこうで、今相当入ってるんだけど、上の動きだったらこの時にもうギュッてグッて両脇締めて体幹強くして左脇締めながら、こういう感じだね。ギュッてこういう感じ。左手リードなんだ。そう、なんだそれ。今ちょっと大げさにやってるけど。そうなんだ。そう、全然普段言わねえやつ。今ちょっと右行ったでしょ、うん、あれね、あれだけ引きつけてインパクトでパワーが出てくると、このシャフトだとね、ちょっと耐えられない。そう、あれちょっとこうやってないとまっすぐいかないんだよね。あ、そう。でも今のなんかめちゃくちゃいい動きよ。多分普通のスチールシャフトだったらもうちょっとラインは左に来るんだけど。そう、あのね、耕運機のエンジンをかける感じ、こうやって。そう、こうで、これ今ね流行りかどうか分かんないけど、左足の膝をこうやってやるのよ。こうやって、これ膝やるからね。うん、気をつけた方がいい。足伸ばすトレーニング、レッグエクステンションっていうのかな、あれもさ、膝を完璧にガンって伸ばすと危ないじゃない。戻す時にガクンってなるでしょ。あれと同じことになるから危ない。そう、こうやってこう、その左の股関節に入りきった時に左広背筋を使いながらインパクトを迎えるの。バチンって。そう、それが最高の最強のコントロールショット。難しいわ。難しい。でも俺より理論詳しい人多いからね、多分すぐできるよ、本気で。難しいってことだって普段言ってないやつだから。そうね。そう、あの言っちゃえば、そうだからやらないでください、必要ないから。ああ決定率だよね、成功率がどれぐらいかっていうことだよね。それで全部成功するんだったら全ショットそれの方がいいし。確かに。ああ、どっちの方がそう成功率が高いかだから、確率の問題じゃない、ゴルフって。全ショットそれじゃ打ってないわけ。そう、確率低いからね。あ、
あ、たまに使うの。でもたまに使う、ある状況の時だけ右許される、でも距離を出したい、球を強くしなきゃいけない状況の時にやる。あ、ミスって右行っても、うん、いいし、ただ例えばアゲンストとかで球を強くしなきゃいけない、でも長いクラブ持つと害のある、例えばライ傾斜とかそういうところ、本気で俺よりも理論を知ってる方が多いと思ってるのね、うん、それぐらいすごいレッスンやってても俺知らない単語がバンバン出てくる時あるから、でもその使う状況は俺の方が詳しいっていうね。それどうなのって。そう、それはだから俺としては矛盾というかおかしいなと思う。使う状況が先に判断して、それにはこういう球が必要だっつって理論をやるから本当はね。だからその理論はどこでやるのってすぐ答えなきゃおかしいの。そうだね、うん、でも理論は知ってて状況はどういうところで使うのっていうのに答えられないんじゃ、それは持ち損だからね出番がなく、そう、秘密兵器が秘密のまま終わるからねそう、いつ出番か分かんない、ね、そう、分かんないから。そう、本当はね、出番が決まってどういう場所でこういう球が必要だからになるじゃない。そうだね、そう、だからその理論やりましただから、うん、本当は知ってるはずなの。逆になっちゃってるよね、順番がね。じゃ全部そういうのって打たないってこと。そう、真っ平らな状況でハザード何もなくて、ピンが好きなピンポジに切ってあって、バンカーも何もないんだったらやる必要がないってことよねそれだったらこれの方がよっぽど確率がいいでしょって。そうそうそう、本当だよ、そう、本当確率の問題だから。難しいことだってもしょうがないんだよね。もうしょうがない。それでどんな難しい状況でもこれでこなせるんだったらこれがいいから、一番成功するんだろうね。そう、それで風に負けるんだったら番手上げればいいし、超えないんだったら上がるクラブ持てばいい。そうなんだ。いや俺もね、認識がそれで違ってたとしたら、嘘、なんか理論があって、それを身につけたらっていうか、なんかやるんだったらなんかずっとそれやるのかなと思って。ああなるほどね。あ、でもごめん、語弊がある俺に。例えばボディーターンとかそういうものはずっとやること、取り入れようとしてる人は。でもボディーターンじゃできない場所ってあるからねそうか、そうそうそう、だからそのボディーターンの度合いを収めるのか、全く違うスイングをやるのか分かんないけど、俺はやったことないから、うん、そう、だから必要としてる状況でそれを出すだけだから。そう、だからノーマルショットがないとダメって動画でも言ってるじゃない、自分の基本がないと、うん、だ、基本がボディーターンだったらゴルフは相当難しいよっていう。そうだね、そう、場所が限られるからね。あ、うん、出す場所でもやんだもんね、今言った。やるんだよね。あ、俺めっちゃするってこと。そう、やる。ただそのあんまり使わないのにさ、うん、そんな難しいのをやるってこと、それも相当練習してるってことでしょ。あ、すごいねいやいやいや、やっぱり、いや本当そうなの。一日一発試合で出すか出さないかなのに、完璧に仕上げとかなきゃいけないのっていうこと。自分で持とうとしてるんだったらそれぐらいやんなきゃダメよっていう感じ。だから本当に1年に数えられるぐらいしか打たないのに、いつでも打てるようにしとかなきゃいけない。だから俺本当に結構な球数打ってきたけど、うん、そう、それぐらいやっぱやることを準備しとく。そうだよね。だってさ、 それ以外の、ね、打ち方のが多いから、それ以外の練習もしてるわけじゃん。そう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 、なんでそのたまにしか使わないやつも完成させとくんだもん。そう、打ってみろって言われて打てなきゃダメだから、いつでも仕上げとかなきゃいけない。出ねえのに出さねえのにでもたまに使うんでしょ。たまに使う。たまになんだ。そう、それこそチャレンジ勝った時の初日の18番のセカンドはそれだから、うん、ビタッてついたやつ。あ、そうなんだ。そう、7番やね。左足下がり右行けだけど、右手前ピンでもう距離がぴったりだったの、うん、だから右行け関係なくやったの、うん、そしたらもうこういう感じ、若干左足下がり。こういう感じよね。ああ、それもミスってたら、うん、いけな。ポチャですよ。なんかそうなんだ。ああ、だからその要はカス当たりっていうか、その薄い当たりが出ないように手前行けだから、だからワンクラブ大きめを抑えながら打つのか、うん、右行け手前行けだからフルクラブの方が左に行く要素が入るから、ああ、だからワンクラブ下げるかジャストのクラブで打つのか迷うわけよ。確かに。
そう。でも俺はどうしてもカットしたくて、でワンクラブ大きめを深く左から狙ったわけよ、フェードをね、スライスを強めにかけて。そうで、その代わり右に抜け球を出したくないから左サイドを固く締めて、体の回転で左にボディーターンで捕まえたわけよ。リストフェイスローテーションじゃなくてボディーターン、ボディーローテーションで捕まえるわけよ。そうすると右に逃げないから。そう、それでもボディーターンは知らないんだから俺。そうだね。そう、でもやるんだから。そうだよね。そう、名前知らなくたってやるんだから。そう、必要な、そう、成功するんだから。だから状況とかその場のその自分の空気感とかそういうのもある。でもそれはあれだね、あんま使わないのに、うん、そのコースでそういう時に使えんだね。練習場だったらできそうだけど、うん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 、 いきなり本番でね。そうそうそう、それはね、もうアド。あ、そうなんだ。アドってる。あとは自信でね、根拠のない自信。でもショットが調子いいと、そこまでやってきた消化ホールの中にヒントっていっぱいあって、あ、その動きができるんだったらこういう動き今できるなっていうのからやる時もあるし、そういう理論を入れてない俺でもそれぐらいは考えてるんだから、そういう理論を入れてる人はもっと考えてるはず、うん、じゃなきゃうまくいくわけがないから。だからそう、今見たらこうバチっていうショットっていうのはちゃんとした使い方を自分なりには分かっておいてほしいよね。じゃないとそれをやってミスしたら笑いもんになる。そうだよね。だってノーマルじゃないのにミスしてんだから。なんでやったんだってなる。そうでしょ、やんなきゃよかったじゃんってなるじゃん。なるよ。あ、そういうことだから出さないし、決定率が高い球を選ぶ。あれだもんね、この前言ってたけど、お気に入りショットは簡単じゃないんだもんね。簡単じゃない。おかしいでしょ、お気に入ってないじゃんそれって。お気に入ってないじゃん。だからその球しか出ない確率のスイングをしてるだけっていう感じ。ああ、だから楽をしてるわけではない、ね、あ、おかしいよね、うん、普通さ置きに行くってさ、うん、どうぞっていう感じじゃない。そうだね。そう、そういう意味合いじゃないのね。あ、ちゃんと振るし、ちゃんとやって、で確率をいつものショットよりも上げるっていう、最低限やることはやってますよっていう感じ。あ、まあ、じゃあ真似しないでもらって。そうだね、そう、本当に本気で真似しないでいただきたいネタをやってきました。あんまり得意ではないボディーターンですね、はい、ちゃんと締めるところは締めて、振るところは振る、使うとこは使うっていうようにやっていただければいいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。